新疆ウイグル自治区とは、かつて東トルキスタン共和国という名前で存在していた地域を指すのですが、その東トルキスタン共和国は1949年に起こった内戦で中国共産党に敗北したことをきっかけに中国と統合し、1955年に新疆ウイグル自治区として設立されて以来、現在に至ります。 そんなウイグルで暮らす人々は、主にモンゴルやカザフスタンなどからの移民族から成り立っており、彼らの大半はイスラム教を支持しているほか、言語に関してはウイグル語と呼ばれる独自の言語が用いられているのですが、中国と統合して以降は、その広大な土地を利用した石油開発や綿花の栽培を目的とする中国人民解放軍たちの出入りが激しくなり、 中国からの移民を増やすことで、ウイグル族の言語、宗教、習慣を弾圧する民族浄化という動きが見られるようになりました。また、中国政府によるウイグル人への弾圧はこれだけにとどまらず、計画生育という名目のもと、ウイグル人に対しこれまでに数百万件にも及ぶ中絶手術が行われ、さらに、 政治犯として数万人のウイグル人を処刑するといった人口削減を画策するといった暴挙に及んだと言われており、札幌医科大学教授高田淳氏による調査によると、ウイグル地区では1955年から1996年までの間に中国による45回にもわたる核実験及び核廃棄物の放棄によって多くのウイグル人の命が奪われた。 と言われていますそのためウイグル人たちは幾度かにわたって暴動やテロといった反乱を起こすようになるのですが圧倒的な数と力を誇る中国共産党には及ばず抗議活動を重ねるにつれて犠牲者の数が増えることになります近年ではインターネットの普及によりウイグル人の若者が被害状況や情報を拡散しようとするケースもあったのですが 中国政府は発信者を拘束し、情報を流出させないように圧力をかけたほか、防犯という名目で街中に大量の監視カメラを設置し、インターネットの監視システムを強化するなど、ウイグル人による反逆的な行為を徹底的に取り締まるようになりました。また、近年の弾圧の背景として、習近平国家主席が2013年に掲げた アジアとヨーロッパの交易路を陸路、海路で一つなぎにする現代版シルクロード、一路一体構想を達成するため、ウイグル地区の征服が不可欠であるとする中国政府の思惑を挙げることができます。中国政府とウイグル人との関係に溝が深まる中、2014年4月に習近平国家主席がウイグル自治区への視察に訪れたところ、 ウイグル自治区の主要都市、ウルムチの鉄道の駅で、刃物を振りかざした集団による殺傷、爆発事件が発生します。本事件は、自爆した容疑者2名を含む3名、及び周辺にいた80名近くの人々が犠牲になった大事件として、当時多くの人々を侵犯させたのですが、事件の報告を受けた習近平国家主席は、 ウイグル人への恐怖と憎しみを表明するとともに、ウイグル人に対する徹底した思想教育の必要性を説いたことで、この一件をきっかけに中国共産党からウイグル人への取り締まりは激化していくこととなります。習近平国家主席の表明以降、中国政府はウイグル自治区内に大規模な収容施設を次々と建設し、多くのウイグル人が 逮捕令状もなしに連行されるようになります。また、イギリス BBC によると、連行された人々のほとんどは数十人単位で狭い室内に収容され、施設内ではこれまでウイグル人が当たり前のように用いてきた言語や宗教を全て禁じられ、新たに中国語の勉強や宗教的な思想の改正を強制されたほか、 眠る時間もろくに与えられないまま、連日のように拷問を受け続けたと言います。そして、教育と拷問を繰り返すことで、新たなる人格が形成されていくのですが、このような行為は、1950年朝鮮戦争時に中国が開発した洗脳教育と同じものであることからも、中国政府によるウイグル人撲滅の意図が伺えます。また、世界ウイグル会議によると、 連行された一部の女性は注射による投薬で妊娠できない体にされ、妊婦は強制的に中絶、生後間もない赤子を母親の目の前で殺害するなどの報告が寄せられており、中には既婚女性であるにもかかわらず、強制的に中国人男性と結婚させられるケースもあるとのことです。しかし、あくまでも中国当局は、 過激なテロリストたちを中国化するために数十万人を収容していると主張し、その証拠としてウイグル自治区で起こったテロの撲滅と根絶に成功したと表明しているのですが、国際連合人権委員からは2018年時点で100万人の収容者がいると述べられており、 現在に至っては600万人近くの収容者と100万人近くの犠牲者がいると推測されています。また、収容者が増え続けている理由としては、ウイグル人が外国製雑貨を輸入していた、外国製のお菓子を製造・販売していた、友人同士で遊んでいた、海外への渡航歴があるなど様々な理由が挙げられており、彼らは 犯罪を犯していないにもかかわらず、犯罪者予備軍であるとされ、再教育を強いられているそうです。そのため、あるウイグル人は、海外から帰郷しようとしたところを空港で逮捕され、またあるウイグル人は、無実の罪で祖国に呼び出されたところを逮捕されたと証言しており、仮に一時的な帰国が認められたとしても、常に中国当局の職員が付き添っていることから、 家族にすら真実を告げることができないとのことです。そして、両親が連行されてしまった子供たちはというと、一部ではなすすべもないまま職員に連行され、大人たちと同じように中国語の勉強や中国に対する忠誠心を持つための指導を受けるとのことですが、それもほんの一握りのみで、取り残された子供の多くは、ガシッ 投資といった現実が待ち受けていると言われていますウイグル自治区ではかねてより中国政府に対して反逆的な行為に及ぶ人々が処刑されてきましたが犠牲者たちの多くはただ死に至ってしまったわけではないと推測されています1999年以降中国国内での臓器移植件数は爆発的に上昇しているとのことで 肝臓移植に関しては過去20年で135件のみとなっていたにもかかわらず、1999年から2006年までの8年間では14,085件にまで急増していることが明かされており、臓器移植を行う病院も19件から500件にまで増加しています。また、臓器移植を依頼した場合の待機期間も非常に短縮されており、 臓器移植が最も発達しているとされているアメリカ合衆国でも2年から最長で10年近く待たなければならないところ1999年以降の中国では通常12週間最短で4時間待てば新鮮な臓器が届けられるとのことですしかし現地メディアからは臓器移植の件数は増えているのに臓器 気を提供するドナーの姿は見えていないと報じられているため中国の元軍医が10年近くかけて独自の調査を行った結果生きている人間による巨大かつ国家的な臓器バンクがあると結論づけていますそして臓器の出どころに関してはウイグル人の存在が指摘されておりイスラム教の教えを守り酒やタバコを摂取しないウイグル人の健康的な臓器が 中国共産党の手によって売買されているのではないかと噂されるようになりました。また、日本ウイグル連盟会長によると、一部では生きたまま麻酔を打たずに臓器を摘出されるケースもあるとのことで、他国へと亡命したウイグル人の元医師も、過去にまだ生きていたウイグル人男性の臓器を切り取ったことがあるなどと証言しています。 かつて収容施設に連行されていたウイグル人の中にも一部ではありますが奇跡的に国外へ脱出した人々がいます脱出の要因としては二重国籍や海外への就労者など様々ですがほとんどの場合はその後帰国してしまうと空港で身柄を取り押さえられてしまうためウイグル自治区を脱出したウイグル人たちは 他国へ亡命せざるを得ない人々も多く存在しています。また、日本国内にも約2000人のウイグル人が暮らしているのですが、現在のウイグル自治区では家族が国外に暮らしているということも連行の対象になってしまうことから、在日ウイグル人たちの家族は基本的に収容施設に拘束されています。そのため、一部のウイグル人は家族の連行をきっかけに、 ウイグル人,の人権保護活動を行うようになったのですがある日突然家族からテレビ電話で「私は中国共産党にお世話になっているこれまでの思想を直せてよかった中国共産党には感謝しかない」といった言葉をかけられ最終的には中国当局の職員によって「ウイグルのために日本でスパイ活動をするように」と脅されたとのことです。 また中国ではネット監視システムが徹底されている影響から拘束された家族や友人と真実を話すことは事実上不可能な状況となっているためたとえ画面越しに家族に会えたとしても助けを求めることすら困難と言われていますとはいえ現在でも収容施設から SNS を用いて AI に感知されないように無言で救済を訴えるウイグル人が複数存在しており 彼らは出来得る手段を尽くして現状を抜け出そうとしていることが伺えます。中国政府は当初施設の存在を否定していましたが、2017年頃多くの学者やジャーナリストたちが衛星写真などの情報から施設の存在を言及したことによって2018年には職業訓練所という名目のウイグル人再教育キャンプの存在を認めるようになります。 そして中国側はあくまでも少数民族に中国語や価値観を教育しているだけと述べておりまた西側の一部のメディアはデマを流すことを楽しんでいると一貫して人権侵害にまつわる事実を否定し続けていますしかし2020年6月ついにアメリカでウイグル人をはじめイスラム系少数民族への人権弾圧に加担した中国政府に対して 制裁を下すウイグル人権法案が可決され、ウイグル人への人権侵害が指摘されます。そして2021年1月、トランプ元大統領によって再教育キャンプの存在が国際法上の犯罪、ジェノサイドに当たると認定され、この方針は現バイデン政権にも引き継がれています。またこれは過去にナチス政権が ユダヤ人迫害の際にも適用された条例であり人類史上繰り返してはならない歴史として避難の意思が強く示されていますまたこれに続き2021年2月にはイギリス政府からも法的な調査が完全に実施されるまでは中国との関係を深めることは一切しないと断言しまたオーストラリア政府も国際監視団の調査を求めています 日本国内でも2021年2月、日本ウイグル国会議員連盟による総会が行われたものの、未だに大きな動きは見られておらず、メディアでも大々的には取り上げられないのが現状となっています。